でも最近クロスプレイできちゃう。はいはいはい。最近やるゲームも結構増えてきた感じがしますね。ああ。スプラしかやってないけどね。おい。まあ、スプラトゥーン、まあ待望だったからね。ああ。うん。なん今回も今回こそすごいですね。なんか半端じゃなくいろんな人やってる印象がある。いや、そうですね。なんか、うん。多分なんですけど、なんか、昨日、よし、スプラトゥーンやるかと思って、配信撮ったらなんか、今日は2時3時がすごいスプラやってるな、みたいなコメント来て、うん、と思ったらなんか10人以上やってて、超まあ、くさ、みたいな。100人もいるから。そう、同時にみんなやってる。10分の1やってるって考えたらすごい。やばいよね。どんだけやってんねみたいな。示し合わせたとかでもなく、ね。あ、そうそう。俺は、しかも。そう、俺はちょっと昨日やりたかっただけなんで、やるかってなんとなく思っただけなのに、すごい。すごいみたいな。うん。うん。やっぱテンポいいっすからね。はいはいはい。2の時より個人的には好きかなみたいな。そうね。うん、ダメなとこなんか、ほんとよく全部良くなってる感じする。はい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 。うん、アサリが8つになったの俺かなり神変化。ああ、そうね。ああ、そうらしいですね。あれですげえテンポ良くなった。うん。うん。初週売り上げ340万本。嘘でしょ。すごいな。すごい。初週すげえな、スプラトゥーン。いや、それはやばいですね。なんか。やばいね。だって本当にあのなんだっけ前なんかカイロソフトさんが出したゲーム発展国ってあの、うんうん、ゲームの開発メーカーになるゲームになるやつで、うん、あのなんかそうとにかく上振れて、うん、なんかいいタイトルが出せたぞって言った時に冗談で出る数字が300万本とかだったんで冗談本当に出しちゃって冗談だからのそうすごくねマジですごすぎるやばすぎ。てか3日で340かよ。うん、とんでもないですね。すごいね。すごいっすね。まあ、確かにスイッチが普及しきったってのもあるかもっすね。それはそうかも、確かに。うん。マリカイトもすごいよな。すごくね。でマリカイトやばいよな。ね、合計1000万本ぐらい売れてんのかな。やばすぎる。え、ちょ、すいません。僕、勘違いしました。マリカエイトデラックスは4300万本でやってきたの、はい、おかしくない持ってない人いるんですか?4300 万。確かに、スイッチ持ってる人って大体なんか買うよね。うん、一番最初にね。うん、そう、一番最初に。うん、家族とかね。300万。え、ちょ、え嘘でしょ。いや、やば。その1000万って、そう、確かに今聞いたとき、あれでもエルデン1300万だったなと思って。ああ、うん、エルデンすごい。いや、エルデンがもとんでもないエルデンめっちゃ売れてるやん。うん。うん